北海道新幹線の効果はまず函館の観光に現れました。観光名所は来場者が軒並み増え、ホテルは部屋不足で取り逃した客もいるようです。湯の川温泉にある青森資本のホテル、6月に取材した時はやっぱり来てみたら凄まじい勢いがあるなっていうことで、ただまあいずれは当然収束はすると思うんですけど、そのタイミングはやっぱりどうなのか、9月はまあ続くんじゃないかなと思うんですけども、それ以降はちょっと今のところ読めないなっていう感じ。改めて訪ねてみると、個人のお客様は去年に比べても同時期でも増えてますし、でもそこにまた海外のお客様もいらっしゃいますので、まあ、10月、まあ、ずっと満館ではないんですけども、まあ、やっぱり満室日はかなり多いですね。引き続き好調のようです。函館のホテルでは改装や増設が相次いでいます。なぜ今からという感じもあるのですが、最終的にはやっぱり札幌まで延伸になりますから、そこもやっぱり一番のピークというか狙い目、まあ、時間はたくさんあるので、そこで皆さん改装したりですとか、あともっともっと評価を上げてブランド力を高めるとか、そういうことをやっていくんじゃないかなと思いますね。観光以外でも北海道と東北を一つのマーケットとする動きが生まれていました。これはICの検査装置になります。まあ、ご覧の通りこの狭い中で部品とかいっぱいでも今にでも向こうに移りたいとそういうふうに思っています。東京に本社があるアサヒは電気の制御装置を手掛けます。おととし函館へ進出、事業の拡大に合わせ10月にすぐ近くで新工場を稼働させます。北海道の大手コンビニの仕事がもらえるということで、こちらに拠点を移そうということになりました。でも北海道全域の仕事をするのに函館は不便では、新幹線の開通もあります。で、北海道全体と東北地域をこう一括して円でいくと中心ですね、函館が中心になるような感じで私たちは考えています。新工場の土地は市から10年間タダで借ります。まだ半分は空いていて、将来は増設したい考えです。北上してきた企業とは逆に、新幹線に乗って南に下ってみると仙台にやってきました。駅の中には牛タン通り、駅前には高層ビルが立ち並びます。あら、北海道で見慣れた看板が。串鶏は札幌の工場で生の肉を串に刺しています。陸路でトラックに積みまして、それを仙台まで運んでいただいてます。昨日の夕方、午後から作ったものを夕方積み込んで、仙台には午前中に到着する。11月には仙台に6店目を開きます。製品を安定して供給するために本州での工場も計画中。そして北海道から来るのは焼き鳥だけではないんです。仙台は人手不足で、札幌から飛行機で手伝いに来てもらったことも。函館に店舗があれば手伝いにすぐ来てもらえると、まあ、そこら辺は融通が効くようになるんじゃないかなと思います。道内の店では半数以上が外国人客の時もあるとか。新幹線がさらに札幌まで伸びれば、今は少ない外国人観光客も周遊してくるのではと期待も募ります。店の運営でも市場としても、北海道と東北が一つになっていきそうです。こちらですね、が札幌と常時つながっている、窓になっています。ペッパーもいるこちら、一体何の会社？